たよ。夏美もショーも早うから来てくれてお手伝いありがとう。うん、もうすぐ会えるね。待ち遠しいな。みんなで一緒に来るって連絡あったけど、うん、まだかな。姉ちゃん外で待っとこや。うん、行こう行こう行こう。皆さんこんにちは。私は73歳の小梅ばあちゃんです。ここで一人で住んどります。毎年夏休みには大勢孫が寄ってきて賑やかでしたが、新型コロナウイルスの影響で県外の孫たちは長い間来ることができませんでした。けどようやく。ばあちゃんただいま。ただいま。お帰り。やった、会えたね。ばあちゃん手洗ってくる。あ、荷物は横の部屋に置いておき。はい。みんな手洗い習慣がちゃんとできとんやな。うん。では手の洗い方始め。はーい。はい。手のひら、手の甲、爪の先、指の間、手首まで洗って洗ってきれい。うがいもしっかりね。はーい。お口くちくちぶくぶくぶく、喉の奥までガラガラ。飲むのも相当久しぶりよね。ごちそうさま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 。あー、ばあちゃん、みんなの顔が見られて本当に幸せじゃ。でもオンラインで話してたでしょ。そうそう、今時すごいな。どんなに離れとっても顔見て話ができるんやからな。それもなすみがこのパソコンをセットしてくれたおかげじゃけど。やっぱり本物のばあちゃんがいい。ばあちゃんもみんなに会えて嬉しい。こんなに大きくなっとるとは。トマゲティッシュ。私とショーは近所やけん時々会えたけどね。みんなには全然会えんかったもんね。そうやな。ばあちゃんこれ何？これは小学生の詩がいっぱい載っとってね。ばあちゃんの好きな詩があってね。どんな詩？コロナの時期に書いたんやろな。さあ手を洗おうという詩で小学4年生の子が書いとん。私と同じ学年だ。読んでみていい？うん、読んでみて。じゃあ読むね、うん、手を洗おう誰のため、自分のため。手を洗おう誰のため、友達のため。手を洗おう誰のため、町のため。手を洗おう誰のため、世界のため。みんなで手を洗おう。みんなで、うん、さあ手を洗おう。手を洗おう誰のため、自分のため。手を洗おう誰のため、友達のため。感染した人や医療に携わる人たちに寄り添い、相手を思いやる気持ちを持とうというもんなんよ。これ見たことある。
愛媛県から始まったんでしょ、うん、愛媛の特産柑橘にちなんで黄緑色、つまりシトラス色のリボンなんだって。私が住んでる町にもシトラスリボンがあったらよかったのにね、お姉ちゃん。うん、何かあったの？うん、ばあちゃんに心配かけたくなかったから言わなかったんだけど、お母さんのことで。そんなことがあった。よう頑張ったな。僕が来た時におったらやっつけてやったのに。本当にやっつけんといかん相手はコロナウイルスやけん、あんたには無理。そっか。それで、その友達とはどうなったの？それがね、大変なことが起きて。何があったの？リカちゃんのお父さんがコロナに感染したの。それで家族全員 PCR 検査してみんな陰性だったんだけど、リカちゃんしばらく小学校休んでた。かなちゃんも中学校休んで。学校で何か言われとった？ううん、学校で先生からコロナに感染した人がいても差別したりしてはいけないって言われてたし、全然。それにリカちゃん陰性だったし。でももしかしたら本人たちの方が気にしてたかも。さとみちゃん、学校でみんな何か言ってる？ううん、何にも。気にしなくていいよ。それよりお父さん大丈夫？うん、治って家に帰ってきた。よかった。ありがとう。愛花ちゃん、私謝りたいことがあるの。何？
お母さんが看護師さんだからってひどいこと言ってごめん。本当にごめんなさい。実はお父さんが入院していた病院でさとみちゃんと愛華ちゃんのお母さんに看護してもらったって。え、そうだったの？何にも聞いてなかった？聞いてない。お母さんはお仕事のことは家では言わないよ。それにずっと家に帰ってないし。愛華ちゃん、お母さんと会えなくて寂しいこと分かってあげられなくってごめんね。お父さんが言ってた。息ができなくなるくらい苦しくて、もう死ぬかもって思った時、看護師さんたちによくしてもらって助かったって。自分も感染するかもしれないのに、患者さんのために命を救うために働いているってすごいと思う。お父さんもお母さんも私たちみんな感謝してる。ありがとう。ありがとう。かなちゃん、クラスのみんな待ってるからね。りかちゃん、早く帰ってきてね。うん。心が通じ合うって気持ちいい。ごめんね、ありがとうが素直に言えるって気持ちいい。だから話さなくても分かり合えるなんて思うのは違ってるんだよね。お互い分かり合うためにはちゃんとコミュニケーション取らないとね。でもコロナの時はマスクして人と近づいたらいけない、あんまり話しちゃいけないって言われてたでしょ。そうそう、給食の時も前向いて黙々と食べてた。うちの学校では給食の時教室のテレビにいろんな映像が映ってたよ。どんな映像？お勉強になるようなお話。学校もいろいろ工夫しとったんやな。ばあちゃんばあちゃん、僕ね、ちょっと困ったことがあったんよ。どんなこと？あの頃みんなずっとマスクつけとったけん、マスク抜けてかまんようになった時、顔がわからんかった友達がおったんよ。それは言えてる。わみんなが笑いよる顔見たら幸せになります。笑おうよ、誰のため？自分のため。笑おうよ、誰のため？友達のため。ばあちゃん、このシトラスリボンよーく見たら笑ってるように見えるね。ほんとだ。この人もこの人もこの人も笑ってる。3人が一つになって踊ってるみたい。はあ、そう言われてみたらそうかもしれんの。この3つの輪はね、地域と家庭と職場、私たちの場合は学校ね。たとえ感染してもただいまお帰りって言い合える人の輪を作ろうっていうプロジェクトなんよ。そうか、差別とか偏見のない社会を目指してるんだね。コロナだけじゃなくいつだって大切なことだよね。うん、すっごくいいと思う。ばあちゃん、私も欲しい。私も欲しい。そしたらあげようわい。うわー。こんなにたくさん。ばあ
ちゃんな、町の人たちが笑顔になったらええなと思いながらこのシトラスリボン作ってみんなにあげよったんよ。だからこのリボンを笑ってるんだね。ばあちゃんばあちゃん、これ友達にもあげていい？もちろん、ええよ。一人の愛が広がって、私も笑顔、あなたも笑顔、みんなの笑顔が輪になって心がポカポカ結ばれる、心がポカポカ結ばれる。あ、飛行機、外行こうよ。え、広いな。どこまでつながってるんだろう。リカちゃんもカナちゃんもこの空見てるかな。人は空を見上げて何を思うんだろう。青いなって思うよ。青い空も心の色によって見え方が違うかもしれん。心に色がある。寂しい時、苦しい時、楽しい時、心の色って違うんよ。へえ。僕は青い空は青く見える方がいい。みんなそう思ってると思う。だけど友達から嫌なことされたり言われたりすると傷ついて心が涙でいっぱいになるかもしれないよね。私は絶対に友達をそんな気持ちにはさせない。だってばあちゃんが作ってくれたシトラスリボンつけてるもん。今日は本当に綺麗な青空じゃ。どんな時も希望を捨てず輝く瞳を失わず夢に向かって一人の愛。